ロサンゼルスと東京を拠点にしながら活動するモデルで、タレントの吉川ひなの、39、が14日、自身がプロデュースする、子供服ブランド、ラブザアースの、ポップアップショップに来場。昨年2月に第2子男児を出産して以来、初となる公の場に姿を見せた。同ブランドは未来を生きる子供たちと美しい地球のために少しでもできることをテーマに、素材にこだわり、オーガニックコットンで作られた枕やぬいぐるみ、ベビー向けのロンパースなどを販売。ポップアップショップは東京二子玉川に今日14日から20日までオープン。この日は吉川自らが店頭に立ち、約1時間にわたって購入者に直接商品を手渡した。久しぶりにファンと交流を深め、今までは照れの方が強かったけど今日はすごく嬉しかった。来てくれた子供たちが本当に可愛かったんですと満面の笑みを浮かべた。現在は自宅のあるロサンゼルスで育児とプロデュース業などに奮闘中。久々に日本でのタレント活動を行い、私ってやっぱり芸能人だったんだなって思いましたと笑うと、 LA では周りに日本人がいないので本当に新しい生活。自分が吉川ひなのってことを忘れちゃいそうになるのでと話した。家庭と仕事の両立で365日休みなしと多忙を極めている吉川、今後は週に1日何もしない日を作ろうって決めたと明かし、仕事のリフレッシュとより濃密な子育てを図る。初めて4人でテーブルを囲んだ時は感動しました。お姉ちゃんが弟のことを可愛がってくれたりして感動の毎日ですと充実の表情を浮かべていた。吉川は2011年9月、音楽やファッション関係を手掛ける会社社長の一般男性との結婚と妊娠を発表。翌12年の3月に第一子女児を出産し、昨年2月に第二子男児を出産した。